後藤治は日本の自動車技術者、実業家、東京都出身、ジオテクノロジー代表、プロジェクトリーダーとして第2期ホンダ F1 の全成を支えた一人、退任後は F1 チーム、マクラーレン、スクーデリアフェラーリ、ザウバーの養殖を歴任、その後独立し、スイスで起業している。1969年に東京都立航空工業高等専門学校、 卒業して、ホンダ技研工業に入社。ホンダでは、CVCC エンジンやシティ用のターボエンジンの開発、等に関わった後、1984年より、F1 エンジンのプロジェクトチームに参加する。1988年には、前任の桜井義都氏から、F1 エンジンのプロジェクトリーダーを受け継ぐ。以後、1990年までホンダの F1。 プロジェクトリーダーとして1.5リッターターボ V6 の RA168E、3.5リッター 7V10 の RA109E、ER、RA100E を開発。主にマクラーレンに供給されたこれらのエンジンは、アイルトンセナやアランプロスト、ゲルハルトベルガーらのドライブで圧倒的な強さを発揮し、マクラーレンホンダはこの間、コンストラクターズドライバーズの両タイトルを独占した。も、 フジテレビの F1 中継において、古立一郎から、ホンダの戦う係長というニックネームを付けられたことで一気に有名になる。1990年いっぱいで、ホンダの F1 プロジェクトを外れると一旦は、市販車用エンジンの開発部門に移動するが、間もなくマクラーレンの総帥であるロンデニスに壊れる形でホンダを退社し、1991年の半ばに、マクラーレンに移籍。 マクラーレンでは、ロンデニスに次ぐナンバー2のポジションにあたるエグゼクティブエンジニアとして、技術面のアドバイザー的役割を担うとともに、主にチームマネジメントの効率化などに取り組んだ。1994年にはフェラーリへ移籍。当時フェラーリでは、伝統の V12 エンジンを捨てて新たに V10 エンジンを開発する計画が進んでおり、後藤は、ホンダ時代に、 V10 エンジンの開発を指揮していた経験を買われ、その V10 エンジンプロジェクトの開発責任者となった。後藤らの開発したエンジンは1996年よりフェラーリ F310 に搭載されて実戦に投入され、この年、ミハエル・シューマッハのドライブで参照を挙げる。加入後、エンジンベアリングに日本製の高品質品を推奨し、エンジンオイル開発には、 ロイヤルダッチシェルとの共同開発を提案した。それまでのアジップはベネトンと契約し直している。1997年によりザウバーがフェラーリエンジンの供給を受けることが決定すると、ことはそれに合わせる形でザウバーの関連会社であるザウバーペトロナスエンジニアリングに派遣される。ペトロナスのバッジネームが付けられたフェラーリエンジンのチューニングを担当する一方で、 独自の V10 エンジンの開発プロジェクトをスタートさせるが1998年にアジアを襲った経済危機のためこの計画は頓挫。イコザウバーは2005年に至るまでフェラーリからエンジン供給を受け続けることになる。2001年にはスプが翌年よりロードレース世界選手権のモートジッピークラスに参戦することを目標に3気筒 990cc の エンジンを搭載したマシンを開発し、後藤がエンジン開発責任者となるが、この計画も結局途中で頓挫してしまい、マシンは一応完成しテスト走行までこぎつけていた、ものの実戦投入されることはなかった。2005年にはザウバーが BMW に買収されたことから、後藤はスプを離脱して独立。その後スイスで、 エンジン開発等のコンサルタントを手掛けるベンチャー企業としてジオテクノロジー SA を設立し現在は同社の代表を務めている同社は2010年より行われているロードレース世界選手権の元にクラスでワンメイクとなるホンダエンジンのメンテナンスを担当していたまた2011年にはゴードン・マレーラと共にトーレが開発した電気自動車 TWave AR-1 の 技術コンサルタントを務めた。後藤は、上記の通り、プロジェクトリーダーとして3人のワールドチャンピオンと一緒に仕事しているが、3人について以下のように語っている。トーレ先端材料店2011、ピウェイブ AR-1 を発表にオストリート2011年9月17日、プロジェクトリーダー就任前には、ネルソン・ピケ、ケケ・ロズベルグといった、ワールドチャンピオン経験者や、 あとにワールドチャンピオンを獲得するナイジェル・マンセルとも関わりがある。ABC 柴田国を究極のドライバー比較論元本題 F1 プロジェクトリーダー後藤治が10年経った今語るオートスポーツアイルトンセナ没後10年特別企画三 a 書房、50ページから55ページ2004年ありがとうございます。